皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。元気がいいですね。ありがとうございます。さあどうも、今日もこの4人でプレイしていきたいゲームはオーバークック2です。さあこのゲームはですね、1はやったことあるんですけど2は初めてです。まあ基本的なシステムはあんまり変わらないと思うんですけど、どんなゲームかというと、みんなで作業を分担して効率よく料理を作るゲーム。効率よく、そう、例えば誰かが切るのを担当して、誰かが煮るのを担当して、焼く、そしてお皿に盛り付けてお客さんに出すみたいなね、そういうのみんなで分担していかにスピーディーにクリアできるかっていうのを楽しむゲーム、はい、さあこれを早速やっていきたいんですけれども、はい、はい、じゃあストーリーを最初からやっていきましょう。ティータイムの後、この瞬間をどれだけ待ち望んだことか、これまでの数々の試練が思い出される。見よ、グジラ、これがあの伝説のネクロノムノムアイコンじゃ。なんでそれ。バンやってないから世界観が分かんない。これも世界観はそこまで分かんないね。多分バンいるか。多分今グジラって言われてる、その犬だよね。そこ、これか、そいつだよね、これか、グジラ、ネクロノムノムアイコン。犬のとこのセリフ読んでほしいな、グジラ君。ああ確かに、犬のとこのセリフを読む、うん、この書物には永遠不滅の偉大なる調理法が書かれているのじゃぞ。あ、来た来た来た、グジラ君、来た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 、読んで読んで。いやちょっと待って、読んで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 、これ進まないから。あ、はい、はい、心こもってないね。コメント欲しかったな。それでも声優志望かよ。いや違う違う違う、嘘、違う違う、やめてそういう嘘を混ぜるの。え、嘘だったの。嘘でしょうが、俺ら嘘つかれてたのか。ないな。あ、俺が、いやいや、まあ、つまり、はい、要約すると、はい、幻のレシピがあるから、はい、お前ら作ってこいと、はい、なるほど。なるほどね、そういう話でした。パンツ、まあ、これ、うん、そういうことだよきっと。パンツ、うん、え、パンツ、パンツってほんまに、ほらパン、あ、え、あ、あれ、あ、ほんとパンツだ。うわ、あ、パンだ、パンゾンビなの。パンが攻めてきてると、ゾンビブレッド。あれ、これどういうゲームなんですか。俺もちょっとわかんない。戦うゲーム、僕の記憶では料理を作るゲームなんですけど、どうやらゾンビと戦うゲームなのかもしれないね。ちょっと変わったんですね。うん、変わったかも、2から。まあ2で一気にシステム変わるゲームってよくあるからさ。そうですよね。うん、こいつはお腹が減ってるんだ。あ、なるほどね。じゃあ早速いきましょう。お願いします、はい、さあまず画面にね、こう、まあ、上下分割されてるんですけど、はいはい、なるほど。まず素材をね、ここに置く、はい、はい、置いて、でこれを、はい、持つ。あ、はい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 、どうやって持つ。スペースだね。で、スペースで持つでしょ。で、このまな板に置くんですよ。かな、そう。オッケー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 。床に、床に、ちょっとこれ、ツイッターで炎上するやつ、やめて。ダメ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 。で、ちょっとどうやって切った。ほい。コントロールで、コントロールでトントントン。あ、コントロールね。コントロールでトントントン。はい、はい、で、これを戻す。わかったぞ。で、切って、野菜をカットして、はいはいはい、ここに戻します。はいはい、そしたら、2人はね、野菜に左上見てください。画面の左上、注目、ご注目ください。これ、はい、サラダのレシピがありますね。キャベツを1個盛る。はいはい、これ切れたやつを、切れた、そう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 、そう、これで、はいはいはい、完成。はいはいはい、次は、キャベツと、キャベツ、レタスとトマト、レタスとトマト、レタスとトマトをお皿に盛る。じゃあこっちで、そうそう、こういうことで、これで完成したのを運んで出す。はいはいはい、ナイス。はい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 、あー、はいはい、あ、なるほど、そうそう、こういうことよ。いいですね。オッケー、しかも次はピクルスもいる。次はピクルスもいります。はい、ピクルス、はい、はい、ピクルス、はい、おい。もっと物を大切に扱えよ。はいはい、はい、はい、ピクルス、はい、ぶん投げないで、ぶん投げないで。で、ピクルス、ピクルス、ピクルス足りない、ピクルス、ピクルスちょうだい。はいはい、いいよ。
ピクルス、はい、ピクルスいいよ。ピクルス、お皿が、行くよ。お皿がないピクルス、お皿が、痛い痛い痛い。あ、お皿こっちで、ピクルス多すぎ、ピクルス、ピクルス多すぎ、ピクルス多すぎ。投げた、この人投げたよ。遊ばないで、遊ばないで、みんな。はい、これサラダ、はい、サラダ、サラダ、はい。はいよ、はいよ。持って持って、持って持って持って。ナイスナイスナイス、オッケーオッケーオッケー。はい、終了。おーし、完璧。簡単ですね。頑張ったな、うん、先が思いやられるよこれ。あっち側に民兵さんがいるっていうのはまずいのかもしれないね。まずいね。どういうこと。さあ、それじゃあ右に行こう。1の1 お願いします。了解です。今のチュートリアルだからね、言っとくけど。ああ、あんな難しいのに。そう、全然難しくないよ。全然簡単よ。さあ、星3つ取ろうね。頑張ってね。400ポイント。あ、刺身、刺身好きだわ。刺身ね、刺身切って盛り付ける。何好きなんですか。長押しスキップしていいですか。何好きなの、刺身のネタ。あ、イントロ。あ、聞きます。恥じらいを込めて言う。イントロ。はい、はい、魚出して。魚が、はい、魚を切って、はい、魚をまな板で切る。あいつやばいですよ。シェフ、あ、痛い痛い痛い。元気がいいな、新人。あの緑のシェフビンビンだぜ、こいつ。サバ係、誰かサバ係。あれ、サバないっすよ、サバ。あ、じゃあサバ、はいはい、サバ OK、はい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 、ナイス。床に、床に食材投げじゃねえや。何投げんのみんな。さっき言っただろ。ね、さっき言ったでしょ、はい、食材投げちゃダメって。そうだぞ、ミベさん。習わなかった。ダメよ、ね、習わなかったの。ダメだぞ、本当にお前ら。あ、ね、投げてる。痛い、なんで。まあ、でも怒るタイミングが分かんない、はい、さっきは元気がいいな新人って言ったのに。さすがにね、オーナーの堪忍袋の尾が切れる瞬間ってのはあるよ。待って、これ緑、これ緑、おら。おい、緑、真面目にやるか、真面目にやるか死ぬか、真面目にやるか死ぬか、クビになるか。え、真面目にやります。選べ、真面目になるか。許してください、オーナー。真面目にやるって。クビになりたいか。急なりたくない。おい、もう何が。ギリギリの給料でやらせてやるぞ。ギリギリの、はい、お返しだ。やぶこ、ほい、よし、オッケー、オッケー。おい、ちょっと待って、これさ、ちょっと待って。ほい、そう、皿がないっす、オーナー。ほい、何やってんすか。ちょっと、こら、緑、オーナー、いや、オーナー、おめえのせいだよ、緑。あれなんかでも、星3つだね。つれー、マジつれー、オーナーつれー。オーナーつれー。あ、寿司だ。オーケーです。任せてください。本気見しちゃっていいですか。じゃあ、よし。ここでちょっと挽回していこう。三沢みたいなオーナーって言うんじゃないよ。ね、じゃあちょっと本当一回落ち着いて役割分担決めよう。はい、オーケーです。オーケーです。俺魚切りますか。魚を切る人ね。はい、オーケーです。ご飯出します。じゃあ俺これ海苔ですか。これ海苔じゃん。鍋がありますよ、鍋が。え、なんか客入ってくる、ここに。何すんのお前。客入ってくるの。客入って。おい、お前。出てきなさい、まだオープン前だよ。めちゃめちゃ入ってくるか。ライスをまず煮込むんだ。ライス、シャリを煮込むんだ。はいはいはい。え、ちょっと鍋が止まってる。こいつのキャラか。分かった。はいはいはい。刺身切って、はい、オッケー。ちょっと待って、ネズミこそ。ネズミ入ってくんの。ネズミ邪魔するんじゃない。俺ネズミ入ってんの。オーナー助けてください。オーナーやばい、爆発しそう。任せろ、オーナーに任せろ。オーナーこれどうなってるんですか。燃えてる。いや、何してるんですか、ちょっと待って。あ、これ違う。オーナーの店が。え、これどうやって。消して、消火器。オーナーに任せろ。オーナーに任せろ。すごい。俺で邪魔だ。緑のやつ止めてください、オーナー。緑のやつが。うろちょろすんだ。おめえ緑のやつ、うろちょろすんな。自分の持ち場ちゃんじゃれ。すいません、今酒行ってます、ちゃんと。これでいいですか、オーナー。
オッケーいいよ。はい、さらに刺身乗る、はい、乗り乗る、はい、米、はい、米どれ、はい、どれできてる、これ米こう左下にできてます。米、あ、待って、お皿なんで、お皿持ってかないでよ。ちょっ、あれ、え、あれ、まずこれもチームワークが足りないよ。オッケーです、見せましょうチームワークを。オッケー、一番好きなチームワークね。我々のチームワークがいいってことを見せなきゃいけないから。そうだね。お、いるよ。いいよいいよ。エビ単独大臣、ね、でこれ入れる。はい、鍋戻す。はい、はい、私運ぶ。はい、緑動け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 。でも行ったぞ今回。いやでもすごいすごい。あ、いいね、だいぶ大成長じゃん。米回ると、もうとりあえず俺最初米投げます。回ると、はい、米いますもんね。何個は米ちょっと投げれば。お願いします。にゃー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 。はい、皆さんちょっと投げて。はい、で3個投げます。はい、はい、これお願いします。はい、了解。米ソース流しますよ。はい、はい、米流すよ。はい、はい、いいよ、はい、いいよ、うまいね。お皿がないです。こういうゲームになるとなんかみんちゃん生き生きするね。まあ、お皿がないです。お皿あって、お皿あって、あと20秒、あと20秒。いや、やってやってやって。いや、じゃあ、じゃあ。なんだこれ。じゃあ、魚、魚切ったやつ、魚切ったやつ。魚切ったやつ、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 これ取らせて、これ取らせて、置きたい、置きたい、さらに。やばい、あと6秒しかない。じゃあ、邪魔、お前、なんだこれ。おーし。キリ。あれ、あー、おー、あ、あ、惜しい、やったー。いけてる、いけてる、いいっすね。危ねー。あー、オーナーの魂の叫びが聞こえたね。危ねー。行きましょう。なんかちょっと見た感じ不穏なんだけど。船、あ、いや、気球、気球か。気球の上が調理場。パスタ、パスタ、湯で刻んだトマト、肉、キノコ、魚、エビなどを加えよう。僕パスタ入れたいです。あ、オッケーです。じゃあ俺何しよう。え、こっち、じゃあこっち側じゃん。皿洗いしようかな。え、これこれ、じゃあ焼かせてもらおうかな。トマトを焼く、それ鍋に入れるんだ。あ、はい、じゃあご飯みたいなもんだな。あ、オッケー。じゃあこれを、じゃあオーナーが、オーナー右側担当します。あ、切る、あ、切るか。そうそう、切って。え、待って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 。これ。吹いてる吹いてる。吹いてるよ。吹いてる。風、え、風やばくない、風。風吹いてる。トマト、いいよ、こんな場所で。どういうこと？え、な、鍋はどこ？あ、いい、美味しそうじゃない？めちゃくちゃ。あ、出てる。すごい美味しそう。すごい。はい、トマト投げます。はい、はい、トマト、パスタも投げます。はい、トマト、パスタも投げます。はい、パスタも投げます。そそそい、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 そい。なんかパスタが。これだ、こうじゃん。はい、鍋。待って待って。トマト、トマト、上下ほぐれちゃう。トマト、上下ほぐれちゃう。やば。トマトください。トマトください。お皿、お皿、お皿落ちる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 。やばい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 。だ、だ、じゃあ。どうだこれ、いけるか、これいけるのか。ちょっとさ、お皿どこ、お皿、お皿、お皿どこよ。あの、あれあれあれ違うな、このゲーム。あれでもギリクリアしてる。ギリギリ1ポイント選んだ。全然余裕じゃん、この面。ちゃんと声出していこう、声出して、声出していこう。声掛け重要だからね。リズムとテンポで。はい、始まりました。いきましょう。食材を、はい、盛り付け、はいはいはい、どうぞ。あ、燃えてる燃えてる。なんでなんでなんで、はい、なんでここ燃えてんの。なんで、あ、中小会社長多分攻撃されてるんですよ、これ。誰かに、誰に、誰かに、なんでそんなことするの。誰かにやられてますか、間違いなく。なんで民兵さん、なんで民兵さん、そういうことするの。俺じゃん、俺じゃん、ちょっと待って、おかしいかんね。トマトピクルス、トマトピクルス、ピクルス切ってください。やーやーやめて、攻撃しないで。さ、ピクルス足りない、ピクルス足りない。オッケー、ピク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 ピ
お皿でます。キッ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 。お皿きれいになりました。お皿置きます。はい、あ、キュウリ、ノリ、ジブ、あ、あと一個、あと一個、ちょ、米だけ、オーナーと一個、もうこれ出しちゃう出しちゃう、うや、あれ、今オーナーすげえ緊張の糸下がった、最後得点下がったんだけどオーナー、やりました、え、めちゃくちゃいいじゃん、え、チップってなんだろう、めちゃくちゃいいじゃん、すごい、チップっていうのは多分迅速に出せたらチップもらえるんだよ、ああ。ボーナスポイント失敗した注文ゼロおかしくないですか。さっきだって最後おにぎり出しましたね、適当にぶん投げたよね、今、うん、最後おにぎり最後に出しましたよって、証拠はこれ出しちゃう出しちゃう証拠は伝説ソース、ソース証拠は、証拠は出来上がった動画を見ればね、まあそうですね、一目瞭然、俺がその部分カットするからとんでもねえ、はい、さあということでオーバークックは任天堂スイッチとスチームで販売していますので、ぜひ皆さんやってみてください。また次回お会いしましょう。さよなら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 。